令和ロマンです、我々令和ロマンという芸歴4年目、中学で言うと高校なんですけどね。卒業しちゃったんですよ、高校なんですけど、卒業しちゃうないんですけれども ね、 ね、僕ですね、昔見たんですけど、ちょっと内容を覚えてるんですけど、タイトルを思い出せないドラマっていうのがありまして。あ、なるほどね。うん、なんかね、なんかこうそれ再現するんで、今から、うん、ちょっとね、分かったら教えてもらっていいですか。あ、分かりました。うん、なんか下町の町工場が舞台のやつだったんですけど。あ、そういうのあるね。うん、あ、じゃあ皆さんはマスクを交換してください。あ、やめてください。絶対にやめてください。早くやってください。プシュクシャンプシュクシャン。あ、町工場ですね、これは。単純作業ばっかりつまんねえな。単純じゃなさそうだな。やりがいありそうだけどな。昔は良かったよな。職人さんね。昔は恐竜がいた。めっちゃ昔じゃん。関係ないぐらい昔のこと言ってるじゃん。このままでは潰れますよ。心配性の経理ね。見てください、今年に入ってから毎日リストラだ。まとめてしてやれよ。かわいそうだね。日に日に社員が出てくるの怖すぎる。遅れてすまない、みんなおはよう。社長かな。おはよう。そっちはございますだろ。全員にタメ口使われてる状態だ。どうなってんの。父さんだからうちの工場で自動車を作ってみようと思うんだ。そういう話なんですね。自動車ってうちはクッキー工場ですよね。じゃあ無理だよ。ノウハウがなさすぎるだろ。クッキーに未来はない。そんなことないよ。そんなことない。美味しくない。お前のせいじゃねえ。だからお前らの技術は本物だ。今が勝負なんだ。お前らの技術では世界に驚かしてやろう。拍手広がらず。普通広がるけどね、こういう時。なんで広がらないの。何やらおとぎ話が聞こえたわね。あなたはライバル会社のトヨタ。まだライバルじゃないよ。クッキー工場なんだよ。クッキー工場が自動車だなんて本当バカバカバカ。クッキークッキーバカクッキー。トヨタにこんな人いません。一人もいません、こんな人は。もう一度言ってください。なんでね。なんで散々嫌味言われたのにもう一回言ってほしいの。この後彼らは銀行に行くのよね。ナレーショントヨタ。さっきのやつがやってる。お願いします、お札を分けてください。バカな言い方。自動車ね、申し訳ありませんが、あなた方中小企業が一流企業に。なんか帰ってんだけど。なんか社長帰ってんだけど。なんで帰るの社長。勝手に帰っちゃダメでしょ。それで帰ってきちゃったってわけね。 あ、無理そうだったからな。笑い事じゃないよ。なんでそんな感じでいけるんだよ。こんな時親父だったらな。いいかいいかいいか、アイスってのはな、賞味期限がねえんだから。ねえんだよ。納品と思い出だ。何か思いつくけどね、普通こういう時。これがやってみてください。頑張って考えるの。朝だ。あら、おはよう。もう若くないんですから。朝まで考えてたのね。あら、自動車のデザインかしら。クソ案でした。朝まで考えてクソ案でした。奥さんが火事に戻りました。そんぐらいクソ案でした。みんなさ、クソ案だった。自覚あるんかい。んだよ、ざけんな。んだよ、ざけんなが揃った。どういう会社この会社。むちゃくちゃ言われてるけど。もし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 。はい、ででで。逆だよ。どういう逆なんだよ。本当ですか。いや、ちょっと待ってください。いや、その。え？ちょっと待ってくださいって。いや、我々やってす。待ってください。なんで切られないよ。ちょっと切られるだろう。いや、その。ちょっと、ま、ちょっと、ちょっと。なんで粘れるんだよ。粘れるのわけわかんねえ。ちょっとどうなってんだよ。電話口がおかしいんだよ。何その顔。何があってその顔なの。何があったか説明してよ。あ、思い出した。これ下町ロケットだ。ちょっと違っただろ。重いよ。